恐怖の人狼ゲームスタートだ。しかもちょっとラグあるんだよ、5秒ぐらい。ちょっとミュートでお願いします。オッケー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 さあやろう。とりあえず鬼ではない。俺マジでちょっとこれ立ち回り気をつけよう。マジ意味わかんねえ引き殺され方するから、このメンツ。それだけまず。ゆうたミュートになってねえよ。変な声入ったぞ。よし、とりあえずこれで。で、お、やばい、鬼結構やるな、今回。あ、この二人どこ行くの？ねえ。どこ行けんの？鬼。待って、ゆうたさんミュート、ゆうたさんミュート。あ、お、鬼、あれ？あいつはどこ行った？鬼は。鬼はどこ行ったの、あいつ。鬼はどこ行った？あいつ。あいつ鬼か？もう下やりそうだもん、もうすでに。誰かと一緒にいるとか意味ねえんじゃね？この感じ。ゆうたいる。停電か。いや、停電中殺したらマジで誰も見つけられなさそうだもん。俺鬼やりてえ、絶対。鬼超やりてえわ。誰もいない。俺が直してあげよう。誰も来てなくない？これさ、もういいや、タスクやるか、もう一人で。え、もう死んでんだけど。え、やばっ。え、二人マジかよ。二人やられてんじゃん。ちょ、今死んでた。え、二人死んでんだ。今僕鬼屋を発見して、うん、ちょっと皆さん招集かけまして、はい、はい、どういうこと？鬼屋が死んでました、あの道で肉片になって。どこら辺の道？うららは知らない。誰がやってた？いや、見てない。いや、僕も見てない。死体を発見しただけで、繁盛は絶対白です。なんかタスクやってるのをずっと僕見てたんですよ。ああ、そうだね。そう、繁盛は絶対白。うん。で、なんかゆゆうたの動きも白っぽかったんですよ。俺もゆゆうた白だと思う。なんかあれ来てたじゃないですか、矢印のやつ。うん、はい、あの時ゆゆうたが一目散に行ってたんで、多分この2人は白だと思うんですよね。ゆうた今ミュートしてるね。でもね、逆口なし。ミュートしてる。すいません。あ、OKOKOK。 ちょっと急にいきなり警報鳴ったんで、なんかついてったら、なんかみんなについてったらなんか逃げられましたね。僕は警戒されてるじゃないですか。僕ずっとあのカフェテリアの下のあのどこでタスクこなしてました。ああ、ね、俺ちなみに O2 解除したの俺だからね。ちなみに あ兄貴も経験してます。ありがとうございます。じゃあ、うんこちゃん白か。じゃあモコウチクノボで決まりじゃねこれ。そんな議論あるか。僕兄貴O2 でやってたって言ってたじゃないですか。ああ、うんうん、もうその時絶対兄貴殺せてるんですよ。あ、もう確かに。信じて。あ、確かにそうだ。俺、地区信じるわ。はい、ああ、なるほど。じゃあ、地区、でも、これ、一個だけ言うと。うんこちゃんでしょ。一回スキップして、もう一回、緊急ボタン押しましょう。僕はずっと、あぶねえ、なんだこれ。俺、大津直したっつったの。とりあえず緊急ボタン押しましょう。ああ、そうだよな。はい、あれ誰も、そっか、オツやったのか。ウンコだ。ミュートするミュートになってください。ミュートで、ミュートで、みんなミュートで。これやべえよ。これとんでもねえよ。とんでもない。あのね、とりあえず押そう。うわ、待って、押された。これ積んだわ。もうパワープレイしたら勝ちなんだけど、相手俺が。あの人たちもここに残る人が多分いないだろうから、待とう。もうパワープレイしたら勝ちなんだよ、本当は。相手。待とう。はい、はい、え、押しました、俺が。どうした、これって、はい、今、鬼が2人いるんすよ。あ、いるね。はい、で、はい、本当だったら、鬼が2キルして勝ちなんですけど、はい。それをなぜかしてないんで、とりあえず押したんですけど、ああ、はい、普通こういう場面になった時って、
鬼を釣らないと負けなんですよ俺ら。確かに2-2だよ。2-2になっちゃう。だからここはなんとしてもとりあえずここで釣らないとダメです。縄足りないもんこれだから、はい、釣らないと。だからうんこちゃんは多分 O2 やってくれたんで、はいはい。あとカモノハシも白だわ。俺今カモノハシが黒だったらやられてるもん、うん。ああ、マジっすか。僕、はい、言っていいですか。僕、チクノモさん、白です。と共に行動して、さっきのあの、はい、エレクトロンのやつ、一緒に解除したもんね。うん、しゃしゃしゃ。いや、もうこう、チクノモだわ。いや、待ってください。逆だわ。じゃあ、そういうことね、そういうことね。そういうことね。一回で口が合わせてるってことですか。あの、そうそうそう。ああ、なるほど。繁盛さん、あの、停電した時あったじゃないですか。あ、俺が直した、停電は。うん。ああ、なるほどです。でもなんか、最初、絶対白。かな。なんか、カフェテリアで一瞬動き止まってたじゃないですか。見ない止まって停電が発生してたんで、もしかするといじってたのかな。いや、繁盛多分黒だったらここでね、エマージェンシーしないと思う、はい、あー、まあ確かにね、うん、めっちゃ黒に不利だから、はい、繁盛はもう、ま、マジ白、ま、絶対白そうそうそう。でもそのエマージェンシーが逆に黒なんじゃないですか。なあ、かもしれない。そこまで頭良くないだろ、繁盛おい、ふざけんな白読みの、いやいや、だからもう、え、逆にモコセンとかさっきどこいたんすか。だからずっとカフェテリアしたアドミンやってたんですよ。エレクトロンルームでちゃんと解除してこの議論が行われてるから、だからこの場ってね、俺たち2人の戸籍がないとないから、だからちょっとあの1個だけさっきのね、あの、はい、会議の終わり際に何にも、はい、意見してなかったのに、向こうがカモノハシとウンコちゃん、カモノハシとウンコちゃん、じゃあじゃあモコセン怪しいね。あーじゃあいつ言うとくか。あれはちょっと僕何から話すと、僕はもう釣られたくなかったんで、その一瞬で。なんで僕が釣られるんだろう。言うただと。なんで僕が釣られるんだって言ったの。なんで僕が釣られるんだって言ったの。ミュートね、ミュートね。あ、ミートです。なんで僕が釣られるんだって言いながら死ぬ鬼おる。なんで僕が釣られるんだ。そんなことありえる？セリフ。そんなセリフ。怖えな。ちょ、ちく。ちくさんやめて。直してる人誰もいないのか。これでいいかな。カモノハシ、チクノボは来た。いや、うんこちゃんと、いや、ゆゆうた怪しいんだよな。なんか、ゆゆうたさんちょっと怪しくない？一応ついていくか、この人。なんか殺しそうじゃない？は？とんでもねえ。ありがとうございました。マジっすか？マジっすか？いやー、いやー、マジかー。え、なんで？マジっすか？え？嘘だ。全然わかんなかったね。やっぱやっぱチクノボだったのか。初日に取られると暇やなこれな。そうなんですよ。モコなんか初日にやられがちだよな。やられたんで、ね。それ多分モコ戦が一人で行動してるからじゃないですかね。そうだね。そうですね。だモコ戦誰かなんか3人とかとついていくといいですよ。まあそうやね。そしたら多分死ぬことないし、多分視聴者も面白いんじゃないかなっていう想像知らないから。そうだわ。そうするわちょっと次から。それでやりましょうそれで。うん。お願いします。お願いします。お願いします。いや鬼へ当分来ないな。まあ、でも鬼ない方が。俺モコセンついていこう。なんかかわいそうだし。べったり。言った通りのアドバイスを守ってる。モコセン一緒に行こう。モコセン一緒に行きましょう。俺がついていくわ。見とくわ。俺が。見とこう。ちゃんと殺されるときは一緒に死のう。どうしよう俺これでもこせん鬼だったら俺泣くかもしんない俺。普通に操作うめえな。めっちゃ壁走り続けるかと思ったけどこういうこともなく OK。 あれもこせん見失った。人間がいるとこ行くんだからあの人どこ行ったんだよ今の一瞬で。嘘だろ。どこ行った？あ、いたいたいた。あぶねえ。オッケー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 。え？早すぎない？あれだ。はい、もしもし。何もないです。どうした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 って、自分茶色がですね、今電気暗かったじゃないですか。はい。エレクトリカルで、なんか暗いの直しに行こうと思ったら、なんか茶色いのが一瞬すんと通ったんですよ。で、電気明るくなってないんですよ。で、出て行ったんすよ。うんこちゃん何したんすか？いや、うららがやってたから俺任したんだよ。いや違う、やってない。俺が今入るときに出て行ったじゃないですか。
先にやられたでしょっていうことなんですか。いや、だからうぐららがやって、お前なんでその嘘つくんだ、お前怪しすぎるだろ。お前さ、お前さ、笑うだろ。だって、うぐららが一緒にやってて、うぐららがやってるから、じゃあ俺別のとこ行かなきゃって言ったんだよ。違いますよ、皆さん。うんこちゃんは誰かがいても一生懸命やろう。お前さ、さっきお前と俺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 と言い出したらいいよ。まあまあでも、いやでもぶっちゃけ、いやこれはここで、ここで吊る必要ないですよ。ここでまだ早いっすよ、まだ誰も殺してないし。さすがにここで吊るのはかわいそうだよ。ちょっとここで一回じゃあうんこちゃんは、うんこちゃんはグレー目で見ましょう。じゃあうん、じゃあ俺はさ、俺をちょっとじゃあみんなさ疑い目に見ててもいい。そうそう、グレーで見てうんこちゃんを誰か監視したいとかすればいいんじゃないですか。これまだ時間あるこれ。さすがにちょっとそれパッションで押すのはちょっとかわいそうなんで、一回落ち着きましょう。じゃあ左あベッドルームでさ、俺とウララが二人いたじゃん。はい。なんか繁盛なんか多少までなんかやってたじゃん。あれな、何やってたのあれ繁盛。え、どこっすか、停電直してたやつですか。そう、停電直してたやつ。ウララ君見てたよね。俺とウララで二人で行って繁盛がいたじゃん。なんか伝ってたじゃん、なんか。うん。あ、そう、あれですね。あ、あのモコセンが一人なんだように見てました。あ、そ、あそことか。あ、はい、さっきの話の続き。あ、はい、あのかわいそうだったから死んだら。うん。ありがとう。ありがとうございます。じゃあスキップ押しますよ。はい。スキップ、スキップ、スキップ。じゃあ僕、ウララさんマークします。いいっすよ。鴨の橋は大丈夫だと思う。こっちマーク。はーい。よし、とりあえずやろう。とりあえずゆっくりやろう。ありがとうって言ってたぞ。ありがとうって言ってたぞ。俺別に大したことしてないぞ、俺別に。いや、あれ普通だよな。だって一緒に動いて、ここで普通に見てるだけって、普通のことだからな。普通のことをしてただけっていう。守りたくなっちゃったよ、俺。母乳出そう、今、俺。ちょっと。もう、母性が出ちゃったよ、俺。完全に今。母性が止まんないよ。守ってあげなきゃ。俺が右上やんなきゃダメなの、これ酸素あったら。いや、これ地球の棒殺されそう。やべえな、これ。え？それはもうみんな見てるでしょ、死んでんの、死体。いや、今のっておい、誰だっけ、今は誰だっけ、誰。いや、今今、誰とも良かったよな。現場にいたけど、分からなかった。誰だ、張ってた。誰、見てなかった。今、俺やるぞ。俺、繁盛追ってた。向かおうと。俺は、ちくのぼさんと俺とオニアはヒロじゃないか。絶対俺じゃない。いや、もっとあれだ。俺、今、アドミンいたよ。アドミンちゃんだったっけ。今、解除のとこにみんな密集してたら。みんな解除密集してたぞ。アドミンです。俺、アドミンいた、アドミンいた。はい。茶色が来た瞬間に切られたんだよ、ユータが。お前、俺一番最初いただろ、お前。え、最初いた？俺一番重なってました。重なっちゃったよね。ユータさんが最初に行って、その後に待ってたら、うんこちゃんが重なって、もう一人重ねましたよね。いや、ねえねえ、聞いて、ちなみに。アドミンでしょ、アドミンにね、今俺が。ねえ、ちょっとさ、そこにさ、重なってた人に聞きたいんだ、言いたいんだけどさ、俺、このまま4人でやってても意味ないと思って、俺、離れた瞬間にやられてたからね、ちなみに。あ、なんかそんな気がする。なんか、うんこちゃんが切って逃げたのかなっていうイメージだったけど、俺、離れた瞬間にやられたから、意味ねえから、どっか行ったんだろうなって。そうそうそう。うららと、向こうと、鴨の橋の中の一人は確定だよ。僕、うららだと思うんだよな。なんか密集してるとこって切るっていううららっぽくないですか。そんなこと確かに、それうまいもん、うまいやつがやる国だもんね。絶対疑われるんだけど、俺も言っとくけど、俺は絶対違う。俺は絶対違う。うららっぽい気がするんだよ。俺は絶対違うんだよ。それ待って、そう考えると、うららっぽいっていうのが言い出したのがカモさん、トナシさんと、あとうんこちゃんが最初からもう言ってますよね、私って。俺さっき、俺この怪しいんだから言っただけだから。いやでも自分が発見してますからね、見てください、これ。っていうか、まあまあ自分で発見で通報もできるもんね、これ。できるよね、これ。じゃあどうすんのこれ。でも俺、カモさんと反応してみます。スキップをしてください。スキップ。裏が入れました。裏が入れました。マジ？ちょっと今、いやでもこれ大丈夫。セーフ。はい、わかった。はい、この際や。決まった。ちょっと、あ、じゃあこれ、もう一回押そうけど、緊急。使いますよ。もう一回議論しましょう、じゃあ。なんだこれは。うららり入れるのはでも早いよね。これとりあえず中央いるか。
押してくれ誰か。俺さだいぶ白いから。あー、なんでこれ、これ何、カモンサボタゲ、これ何、これ知らねえわ、これなんだ、これ何、あー、あったわこんなの。どうやってやんだっけ、こうか、むず、近い、むずくない、クソむずいんだけど、これできねえんだけど俺。はい、どうですか、はい、ちょっとまたバグったんですけどこれ。大丈夫ですか、バグった、どうしました、はい、投票画面出てこないです。誰、え、はい、マジか、さっきの投票画面見れませんでした、さっきもバグりました。あ、さっきバグったんだ、今も、今も。ちょっと、ちょっと、チク、いやいやいや、まあでも、まあ、それはゲームできないんで、チク釣りましょう。いや、そうだなぁ。まあでも、そうなっちゃうか。まあ、バグだから。皆さん、もっと思いませんか、さっきの死ぬ時に、カモノハシさんとウンコちゃんだけ投票してて、他の人のスキップを押せない人は分かりますよ。うん。なんで、2人だけなのに何も思わないんですか、皆さん。いや、だから、チクの棒はバグってるから、殺してあげようと思って。そう、うん、この言い出しっぺの兄貴と繁盛さんがちょっと今、いやいや君を救おうと思って言ったのに、いや確かに、まあでも怖い、うん、どういう世界だこれ。まあでも結構繁盛とカモさん白いから、でもそれでちゃんと議論するんだったら、うん、占いに投票する意味はなかったと思う、さっき。確かにそれ、そうだった、俺なんかもう、うん、そういう流れかと思って入れちゃったけど、うん、俺今の今回は投票しないよ誰にも。じゃあスキップですから、ここは僕もちょっとスキップ。でも結局意味ないよね、でも結局さっきと進まなくなっちゃうから。そうですね、でも先に言っておきます、私は2人を見てるって感じでいきます。オッケー、スタンスで、スタンスで、生殺しですか、グレーグレーかなみたいな、グレーか、結構ね、濃いっすよ、めっちゃ。じゃあ俺生殺し、スキップする、生殺しです、生殺しです、とりあえずスキップでオッケー。もう俺、じゃあとりあえず議論で言うと、俺とチクノボとオニアは多分その部屋にいなかったんで、うん、一旦は白いっすよね、完全に。あ、そうそう、まあ、若干白目、もう一人いるから分かんないけど、うん、もう一人いや、怖えな、ちょっと白目か、うん、うっす、とりあえず、じゃあスキップで。とりあえずじゃあスキップ。え、とりあえず、チクノボのバグはどうします、これ。投票できないから、永遠に何もできないんじゃない、これ。そう、ただ投票権どっかで使わないとやっぱり減ないから、うん、どうしよう。で、僕も今研究ボタン使っちゃったんで、この議論のために、うん、あ、難しい。次から見るとこ行ってください。え、だってさ、いないもんね、ここにチクノボ。まあいいや。ここにいないよ、チク。いないよ、ここに。ねえ、最初の場面に。ここにいないんだけど。待って、これやばいぞ。やってねえぞ、上のやつら。やってるか。いないけど、これ MK のバグでしょ。どうすんのこれ、どうする、 MK のバグだね。とりあえず裏ら見とくか、裏ら監視しとこう。オニア、うんこちゃん、ん、いや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 、いや待って、今そこで出た、やっと出た、あ、これ分かったぞ、待ってた、もこさん、いや違います、誰がやった、今エレクトリカから来ましたよね、うんこちゃん。いや俺エレクトリカからってか、右からずっと来たよ、グレッド。あ、ストレージからですか、ストレージから抜けてきた、ストレージってどこだ。いや俺と誰だっけな、はい、O2 にいたの誰、俺とオニアとモコとあと一人いた、ん、 O2、 あ、僕です、はい。で、そっから下回ってシールド経由してストレージ来て、あー、エンジンだよ、ストレージ。エレクトリカルに死体がいました。あ、待って、それで言ったら、うららあれだよ、さっきストレージが回ってきて、エレクトリカルにあったんだったら、ストレージ通って下から俺らとすれちゃったら、うんこちゃんとオニアが、うん、そうそう、だからその2人どっちか 100% 黒だし。え、なんで、なんで、あ、多分そっちからいた、え、死体が見えるところにあった、すれ違った、うん、え、エレクトリカルのどこら辺にあったの。でも手前の方やったから、あ、手前だったら2人で絶対見えてるし、2人とも通せないんだったら2人黒の可能性ある。2人ともか、うん、2人ともか、いや、だって確かに、いなかったよ、誰が一番最初に発見したのこれ。自分です。ね、どこにあったの死体。死体が、エレクトリカルの、うん、もうあの
ストレージからロアエンジンに行くと見える、うん、視界に入る距離の場所に死体があったんで、あ、じゃあそれはありえない。うんこちゃん通ったんで、うん、あ、じゃあオニアだ。いや、オニアとうんこちゃんが両方来たんで、両方とも黒の可能性高いっす。2人通ったでしょ。うん、じゃあオニアだよ。そう、ハンチが見てるんか。そう、俺は占いついてったんで、左上から。そう、うん、だから、これは完全に2人が、で、うんこちゃんがオニアを撃ったから、完全、まずオニアは完全に今かなり臭いよ。いや、うららさんと繁盛今めちゃ臭いこと言ってる。確かにそうだよ、おかしいだろ。俺だってオニア見てたけど、オニア別に何もしてなかったもん。前普通に歩いてたもん。あ、そう、その前に歩いていたルートに死体があるから、俺はオニアするよ。言うこと変わってますって。自分もオニア入れます。うららさん、オニアするよ。うららさん、さっきちょっと待って、オニア入れますわ。じゃあいや、これダメっすよ。じゃあ、いや、おい、なんだこれ。いや、これは、なんかおかしいぞ、これ。いや、今のだって、これ、じゃない、これは。ダメ。決められない、こんなのは。はい、ミュートにしてください、ということで。これってさ、キルのクールタイムがあるから、なんかさ、いつもさ、俺らスプラゼでやるときさ、これすぐ押すんだよね、このボタンを。キルのクールタイムあるんだよね。なんであいつら毎回押してさ、はい、ゲーム終わりませんでしたねって言うの。あいつらが間違ってんの。あいつらが間違ってんのか。なんであいつらああいう議論の仕方するんだろう。かけていって。鬼はミュートにしろ。あれってなんでだろう。あー、なるほど。40秒。だからってことか、今回。なるほどね。これで、とりあえずも40秒経ったよね、今。45経ったかな、今。怖え、うんこちゃん。右やってくれね。竹の場白いから。怖っ、うんこちゃん、これ。怖すぎ。45秒は経ったから押すよ。あ。え、怖かった。いや、死んでるね。はい。これ、これ僕押したんですけど、うん、でも多分今カモナ死んでるよね。わ、ほんとだ。ほんとだ。で、まあ、死んでる場所は分からなかったんだけど、うん、ぶっちゃけ、あのクールタイムがあるんですよ、これ切るって、うんうん、なんで45秒ぐらい経ったなと思って今押したんですよね、俺、うん、で、もし鬼が2人いた場合もうゲームが終わってるんですよ。ああ、そうですね、はい、なんで鬼が1人だなっていうことが分かって、うん、で今1人死んでたんで、うん、この中にもちろん1人いるわけで、で、うん、俺とうららは多分結構白いんですよね。いや、だって完全に一人消えたんで、オニアが多分黒だったんで、うん、なるほど。ここ外したら負けですよ。そう、もう切られて負けやから。そうそう、だから俺らからすると、そう、俺らは多分白なんだよ、うん、で、え、でも俺さ、うららとさ、繁盛と一緒にさ、いたよ、今。あ、今はそうっすね。うん、いや、今ずっと追いかけて怖かった。ちなみにですけど、セキュリティルームにいたのってどなたですか。セキュリティは、はい、行ってないですね。行ってない。うん、僕アドミン部屋でみんなの位置把握してたんですけど、うん、セキュリティルームに1人いるっていう幕が出てたんで、はい、多分セキュリティルームで死んじゃったんじゃないかなって思ってて。なるほど。で、カフェテリアに3人揃ってたので、うん、あ、そう、俺いたよ、カフェテリア今。え、3人だから、じゃあ、ちょっとやってたら、乳首に。え、セキュリティールームで死ぬことある？ちょっと O2 で解除したのにってこと？班長さんが、まあ、信用できるって言ってたじゃないですか。うん。うん。だったらもしかすると兄貴じゃないかなーって思ってるんですけど、うん、あ、なるほど。ちなみに、はい、あ、そのうんこちゃんはだいぶ黒いですね、うん、さっきオニアと一緒にいたのに、はい、死体が見える位置なのにスルーしてきたから、ここは自分、はい、釣りはありな気がするよ。ちょっといやー、でももういっ、それは多分俺がただ見逃しただけだから、俺地区のぼ入れるからね。え、それはおかしい、それはおかしい、それは絶対おかしい。地区のぼ入れるはおかしい、さすがに。それは絶対おかしい。どうだ、いや、どうだろう、わかんねえけど、多分それはおかしいと思う。いや、多分、絶対そうだ、私。あ、いい勝ち。あぶねえ。こわっ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。あー、ごめんなさい。
オッケー。ユンコちゃんと誰だ。もう一人。オニア。オニア。あー。どうだったんだそれで。モコウがヒョロヒョロって出てきたから。オニアと俺で。あれはどうだったんだな。